こんにちは。オンラインレッスン教室コンサルタントのボンドラ高橋若菜です。今日もこの YouTube 動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、昨日に引き続き、月謝を上げる時のクレーム対応についてお話ししていきたいと思います。昨日はですね、お月謝を上げますよとお知らせした時に、生徒さんからね、お客さんから、今後上がることはありますかって聞かれた時の対応についてお話ししました。そのことについてはね、ぜひそちらの、動画をご覧ください。今日はですね、そのお月謝をね上げた時、お月謝の上がりますよとお知らせした時に、こんなことってこんなことも言われたりするんですよね。他の教室、例えばどこどこ教室は、価格がずっと変わりませんよねとか、こちらの教室よりもいくら安いですよねとか、またはね、レッスンの年間回数が、こちらよりも多いですよねとか、他のお教室について、と比べるようなね、ことを言われた時、こんな時どうしたらいいのかっていうことなんですけれども、それはですね、先生によって指導法がそれぞれあるように、お教室それぞれの経営方法も、違うんですよっていうことをですねお話ししてください。これは私実際に、自分がですね今まで、お教室を開いてから、4、5回ね月謝を今まで上げてきたわけなんですけれども、まあ、4、5回もねちょっと上げる必要はないとは思うんですけれども、これからもしねお月謝上げたいなと思っている先生、もしくはその、今までねこういうクレームが来た、こういうことを言われたっていうことがありましたら、ぜひねご参考になさってください。これ本当にね、指導法がそれぞれあるように、例えばね大きい企業さんでもそうじゃないですか。お互いにねきっと競合ライバル同士、どういう経営しているんだろうっていうふうに気になるところではあったりするんですけれども、そこをね合わせていくと、まあ、価格競争に巻き込まれると本当に苦しくなるんですよね。で安ければいいっていうねマインドセットを先生ご自身がそこを、取り除くっていうことが必要なんですよね。なので、経営状況がね、例えば携帯でもね、いろいろあるじゃないですか。ソフトバンク、au、ドコモとかってね、でもそれぞれやっぱり、規約とかルールが違うし価格も違ったりするし、少し変わりますよね。そこでお客さんにでもソフトバンクはとか au はって言われても、いやでもそれぞれの経営方針があるのでっていうことになるわけなんですよ。ですので、そこでね、値段で、まずね決めてもらうっていうマインドセットではなく、先生の価値を、日々のねレッスン、日々のSNS の発信で先生にしかない価値を伝えていくっていう、そこがすごく大切なんですよね。ですので、こういうねクレーム言われても、どうしようっていうふうにね、慌てないでください。ぜひね冷静になって、先生によって指導法がそれぞれあるように、お教室の経営方法もそれぞれですよというふうにね、ぜひシンプルにお伝えしてみてください。はい、もしねこの今日の動画が役に立ったっていう場合はですね、いいねボタンお願いします。そして感想や質問もねこちらのコメント欄に書いてください。嬉しく読まさせていただきます。そして概要欄からですね、今メルマガに登録するとオンラインレッスンについての無料の動画を3本プレゼントしています。そして LINE のお友達追加でも Zoom の使い方が分かる紹介動画をプレゼントしていますので、ぜひご登録ください。こちらの YouTube チャンネル登録ももしよかったらしてくださいね。はい、では皆さん素敵な一日をお過ごしください。